どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。というわけで、プレイムーンクラッシュ。今週も続き遊んでいきます。で、前回ですね、この3人脱出させたんだね。だから、あとこの2人。まあでも、ストーリー目標とかはね、終わってないから、それもしたいけど、とりあえずはまずこの2人します。まず、このボランティア、アンドリュース・アレクナを使って、ミミックポータルで脱出します。いつもの組み合わせ。じゃあ、これでいきます。ここね、ここ。で、どうすればいいんだろう。まず、カプセルを開ける。開けてもなんもない、まず。じゃあ、ここを安定化。30秒間安定させる。安定。次元ゲート安定化。お。で、これで脱出？あ、これで脱出なんだ。おめでとう。ポータルを使って脱出に成功した。すげえ簡単な脱出だな、これ。お、バジリスからのメッセージを受信。なるほどね。解放条件が難しい代わりに脱出手段としてはめちゃくちゃシャトルに比べると楽なんだね。速さで言えばポータルで、落差で言えばシャトルか。お、酸素レベルの変化。スクラバーの診断プログラムを実行してくれる？ワークステーションがあるはずだから。今電力を送るわ。見ればすぐに。前重力スクラブの変化で、今は酸素レベルの変化だ。どこ？あ、これか。ピーター、これはあなたのものよ。ランエグゼ、配当実行ファイル。もしかして、なんだろう。こういう不具合に生じて、俺を助けるために何か送ってくれた？あ、なんだ。はい、O2 を緊急タンクに補充。緊急タンクチャージ中。なんかこれ見るとさ、頭だけ生かされてさ、なんだろう、体の下はないみたいな映画でよくある宇宙人とかやるさ、演出に見えるよね。ドルフ神話のミーゴーみたいな。お、チャージ完了。チャージ完了しましたよ。あ、それだけですか。はいはい。じゃあ、シミュレーションまたやりますよ。では、最後のこのライリー・リューを使っていきましょう。意識のアップロードっていうやつなんだね。はい。いつもの組み合わせ。では、ライリー・リューを使って脱出。開始。ここだね。ワークステーション。ライリー・リュー。ディフェクトボットヒッツ・ザ・ジャックポット。なんでこんな名前じゃダメだから。パスワードにしてたの。で、ユーティリティ。チャンネル？え？メールは？ライリー、話をする必要がある。一番目の席はチャンネル。アレックスよか？でもやっぱさ、その、アレックスとさ、話をできるライリーってさ、その、ユーケの連続なのかな？まず、チャンネル1を開く。で、席はチャンネル1は開いたよね。で、データプロドリンク。データ保管オペレーターを、ここに置く。ディアスのデータはすべてデータ保管オペレーターである。オペレーターにデータをコピー。データがありません。ああ、ファントムは非常に攻撃的になります。ジェネシス計画により。ファントム2能力をインストールする。じゃあ、ファントム生成。取りましたよ。ボランティア V014551PO4 からファントムを生成する。うわー、いたよ。よく出るストーリー終盤の、終盤っていうか、目的近くなると敵が出てくるタイプの。いなかったじゃん、今まで。うわ、そうかい。だからさ、エリート、ボルトキャスターといえば、エリートこんな来ねえっつうの。じゃあ、ファントム生成。できたー。やべ、ボルトファントムじゃねえかよ。あ、すっスコープでスキャンするんだ。よし。コピー完了だ。もう倒していいの、こいつ。よし。では、行きます。オペレーターにデータをコピー。で、お、OK しました。OK で、ランチャーを下ろしてください。あ？お、アレックスだ。久しぶりに声聞いたわ。君には、モーガンのエミュレーション技術があるだろう。それで、自分のコピーを作るんだ。やっぱ自分のコピーか。おかしい考えに思えるだろう。だが、君が月を脱出できない可能性から。ああ、やっぱ俺は脱出できないんだね。これじゃない多分。違うかな。ここで死んでたからここじゃないかなと思うんだけど。この先の事態に対処できるものは他にいない。タロスワンはこれから通信不能になる。私と話せるのもこれが最後だ。地球で再会できることを願っている。いや、まあ再会できないよね、結局。ライリー。会合しだと再会っていう、なんだろう、
認識でいいのか分からんけどね。で、これを、緊急用ランチャーチューブ、ここ?あ、やっぱここなんだ。では、座ります。意識のアップロード。これ脱出したって果たして言えんのかね?自分のコピーを作ってさ、自分のコピーが脱出したっていう判定なんだろうね。マトリックスみたいな話だな、ほんと。追加指示を発見。手順開始。U ドットバットを削除。U ドットバットだね。何?うおぉ!ああ、オペレーターになった。え?めっちゃ浮かぶ。あ、意識の世界にいたってこと?わあ、脱出したって言えるの?まあ、これでも、全員、異なる方法で脱出は成功しましたね。で、さらにリセットします。で、これはなぜかっていうと、カズマの指示がね、全部終わってないんだよね。ストーリー目標を達成してないからだね。じゃあ、今日は、このストーリー目標、ボランティアアンドルス・アレクナのストーリー目標を達成して終了しましょうか。じゃあ、メモリーブロック。テレパス?お、テレパス。なぜテレパスからアレクセイの声が。もしかして俺の記憶から息子の声をさ認識してテレパスが使ってるみたいな。初めてだな、テレパスに操られてる側の視点っていうのは。何なんだろう。テレパスにやられたからあんな見た目なのか。ここに入っとって、でもここに入ってる特別収容棒みたいなところで入ってる意味が分からないな。アレクセイのおもちゃを見つける。は?あ、汚染レベルが一気に4になった。え、いやいや、おかしい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 。なぜ汚染レベルが急に4になった?敵強くなるやん。おかしいってそれ、絶対おかしい。最悪なんだけど。どこ行けって?病院アネックスか。なんで汚染レベル一気に4になった?テレパスに再開したらいい。汚染レベルが。あれ?ミミックが味方になってる。味方扱いになってる。あー、なるほど。そういうことか。俺がミミック扱いになってるんだ。なるほど。だから俺の汚染レベルが4なのか。人間ギリギリっていうことなのか。なんか俺を導いてくれてんの。え、ててててて、ちょっと待って待って待って、巻いててて。敵だけど味方だけど敵だもん。何言ってんの俺も。俺が望んでいること、あ、本当におもちゃだ。地球に戻ったらアレクセイにプレゼントしようとしていた木製のマトリョーシカ人形。息子が幸せになってくれれば他に何もいらない。悲しいね。でも俺がなんだろう、おもちゃってイメージだけで本当はやばいものの可能性もなきにしもあらずだからね。いやー、出てみますか。これ脱出なのかな、脱出判定なんのかな。基本ミッション終わるとさ、それで終わりなんだよね。本当にそれおもちゃか?いや、おもちゃだな。絶対やばいよ。ほら。おもちゃじゃないじゃん、それ。ミミックでしょ。あ。俺死んだ。あ、死亡なんだ、それ。テレパスに頭を爆破させられて死亡。絶対さ、これって、地球にミミックを送り込むための罠でしょ。しかも汚染レベル4回。これは、めちゃくちゃだな。人を騙して乗り込まして地球にスパイとして送り込むとかやばいことするな。はい。まあ、今日はね、この辺で終わろうかな。次回は、
このライリー・ユーのストーリーミッション、死者と、フリアビットのストーリーミッション、大掃除をやっていきたいと思います。というわけで、また次回の動画でね、お会いしましょう。またね。バイバイ。